で、まあ、酔っ払う前に先に説明をしちゃうと、タイトル解説なんですけど、解決より共感を求める人たちというタイトルにしたんですけど、物事を解決しようとするときに、まず共感してる人しかメンバーに言えないよねっていう団体って結構あったりするんですよね。で、まあ、自分たちが信じる仲間が少数でもいればいいよねっていうタイプの組織であれば、その、まあ、共感だったり自分たちの歴史を分かってる人たちをずっとメンバーに続けるっていうのもありだと思うんですよ。で、ただそのなんか人数を増やした方がいいよねとか、そのなんかその同じ思想を持ってる人を増やした方がいいよねっていうのであれば、その共感とかを後回しにして、その解決をするためにはどうすればいいかっていう方向で考えた方がいいと思うんですよね。でじゃあそのなんか辺野古の、じゃあ沖縄に基地がありますよねという問題とかって、沖縄の問題なんだから沖縄のことを勉強してない人は話すなとか調べるなとか口を突っ込むなとかっていうふうに言われるんですけど、沖縄の問題って沖縄だけでもう解決できないよねっていうのは普通に見てればもうわかると思うんですよね。その沖縄の基地反対派 の玉城デニーさんが知事になったんですけど、じゃあその基地減ったかっていうと、それは減りませんと。で、なんでかっていうと、日本政府が決める部分がありますよと。なので、そうすると、じゃあその沖縄の基地を減らすっていうのを解決するためには、日本政府がどう動くかっていうところを変えなきゃいけないんですよ。なので、そうすると沖縄に住んでない人の方が多数派なんですよね。沖縄は多分100万人ぐらいの人口だと思うんですけど、9900万人、まあ、人口でいうと 99% 以上は沖縄に住んでない人たちなんですよ。なので、沖縄に住んでない人たちがその沖縄の基地の問題を解決した方がいいよねと思うかどうかが重要で、沖縄の人たちがどう思うかっていうのはたった 1% なので、実は、まあ、言い方悪いんですけど、どうでもいい人数なんですよ。要はその投票する場合、沖縄の人の1票とその本土の人の1票は一緒なんですよ。で、本土の人が 99% だとしたら、本土の人たちが共感する形にしないと多数派にならないんですよね。まあ、その選挙って別に全員が全員投票するわけじゃないんですけど、まあ、51% ぐらいの人は投票してほしいよねってものであれば、5100万人に共感してもらわなきゃいけないんですよ。まあ、投票に行くのは半分だとすると、じゃあ2500万人ぐらいっていうのがその共感しなきゃいけないんですけど、なんで沖縄県民全体がいくら頑張っても100万人しか人口がいないので、なので、そのじゃあ何するべきかっていうと、沖縄に住んでない人にいかにこの問題を知ってもらうかという方向で動くべきだと思うのですよ。で、じゃあ今その沖縄の辺野古の基地とかの人たちが何やってるかというと、沖縄の地元の人からも共感が得られないような状況になってたりするんですよね。今日僕がそのアベマプライムっていうのに出たんですけど、その沖縄の基地反対派として参加してくださった方が結局内地の人なんですよね。元内地の人っていうのが、まあ、その沖縄出身じゃなくて、沖縄に住み込みましたっていう、沖縄に住むことにしましたっていう本土の人たちっていう。で、沖縄の中の人たちがどう考えているのかっていうのって、基本的には、例えば僕がその辺野古の基地のを見に行った時に、この人の顔写してマイク取ってっていうシーンがあったと思うんですけど、あんな感じで、その地元の人で反抗する人がいたら顔写真撮ったりして、この人どこの人なのみたいなので、で、その家に嫌がらせをされる可能性があるらしいんですよね。まあ、別に証拠あるのかって言われたら、別に僕はその証拠持って言ってるわけじゃないですけど、まあ、そういう感じで、その表立って反対する、その反対する人たちに、でも沖縄の基地あった方がいいじゃんっていう人たちが声を上げづらい状況は作ってたりするんですよね。で、じゃあその名護の市長選っていうのがありましたっていう時に、結局その、まあ、自民党が推薦をしている人が今の名護市長なんですけど、で、反対派の岸本さんっていうのが2回ぐらい連続で負けてるんですよね。なので、名護市の市民としては、別にその自衛隊基地っていうのを推進している自民党が推薦する人に投票して市長を作ってますっていう状態でなんですけど、賛成派として声を上げづらいという状況を作ってるんですよね。で、じゃあなんでそういう状況なのっていうと、今日そのアベマプライムで参加し、ゲスト出演していたセアロガイおじさんが言ってたんですけど、非暴力の抗議団体って言ってるんですけど、僕ツイッターでそのリツイートしたんですけど、代表の人が暴力振るってる動画とか探したら出てくるんですよね。で、その動画をそのなんか誰がアップロードしたかみたいなので文句を言う人がいるんですけど、うちらのアップロードした人は誰でもいいと思うんですよ。その人がどんな人でも頭おかしくても。問題はその動画の中で代表の人が暴力を振るってるかどうか、暴言を吐いているかどうかなんですよね。
で、あのアメリカ兵に向かって、まあ、英語で拙い英語であの死ねって言ってみたり、あのどっか行けみたいなことを言ってたりするんですけど、であのアメリカの兵で沖縄に行ってる人たちっていうのが僕はあのアメリカに住んでた時代に会ってたりするんですけど、まあ、あのその18とかで兵隊になって、でそのなんかとりあえず飛ばされるっていうので沖縄に飛ばされて、でなんかあの割と僕日本好きなんだよねみたいな人っていうのが、まあ、あのそのディスコ的なところに行ったりいたりして、でその沖縄の話とかしたりするんですけど、でその沖縄の米軍基地にいる人たちって別にあの思想性一切ないんですよ。まあその多少は思想性ある人もいるかもしれないですけど、基本的にはそのなんか米軍に入りましたとしたら、じゃあ沖縄に派遣されるってことになって、はいはいはいって派遣されてきてる人で、で別にその人たちがじゃあその何かの日本人をこう敵にしてやるぜとか何かしてやろうぜと思ってはいませんと。であの一般的にその国民だったり市民の中には犯罪を犯す人はいます。なので米兵で犯罪を犯す人はいます。だから米兵の犯罪は良くないよね、僕もそれは同意ですと。ただ米兵全員が悪いよねっていうと、僕それは違うと思うんですよ。その米兵の幹部に言うのはありだと思うんですよね。要はその米兵の幹部がちゃんと取り締まりとかをしないから、じゃあ米兵が悪いことをするんじゃないか、それなら分かるんですけど、あのたまたま通りすがりの米兵にあの死ねって連呼するとかっていうのは僕はやっぱり違うと思うんですよ。でそのもし本当に日本が戦争になった場合に、そのアメリカ基地にいるアメリカ兵の人って日本のために死ぬ可能性がある人たちなんですよ。なのであの日本のために死ぬかもしれないっていうことで活動してる人たちに向かって、あの死ねっていうのってどうかと思うんですよね。でそれでじゃあ俺ら別に日本のこと守る必要ないよねとか、じゃあサボろうってなっちゃう可能性もあるじゃないですか。人は感情の生き物なので、例えばじゃあその中国が攻めてきましたって仮にね中国とかロシアが攻めてきましたっていう時に、まあ別に日本人が殺されても俺が死ぬよりマシだよね、なので安全な位置で一応銃は撃っとくけど別になんか日本の人たちを一生懸命守る必要ないよねっていう風に現場の人たちが考えてしまう可能性もあるんですよ。その戦争ってやっぱり根性の問題で、その銃弾が飛び交ってる中それでも前に進んで敵を殺すっていう部隊のがやっぱり強いんですよ。でそのロシアとウクライナが分かりやすいんですけど、ウクライナの人たちって今めちゃくちゃ強いんですよね、士気が高くて。でロシアの人たちやる気がないからめちゃめちゃ士気が低いのでバンバン殺されてるっていうのがあって、なのでその米軍のやる気をなくすことが僕日本の国益にかなうとは思えないんですよね。でもそれをやっちゃってるっていうのが、まあ、その団体の偉い人っていうのがあって、であとまあそのアベマプライムでもちょこっと触れたんですけど、あのその米軍基地入っちゃいけませんよって黄色いラインが引いてあって、でその代表の人がその黄色いラインを越えて入って、でそのままじゃ あ, あの不法侵入ですよっていうのを逮捕されたんですよ。で逮捕された時にその黄色いラインは越えてない、不法逮捕だっていうのを言い出したんですよね。で確かに不法逮捕だったらまずいよねっていうので、割とそのメディアの中でもなんか不法逮捕された代表みたいな言われ方をしてたんですけど、したらあのどこからともなく米軍基地の監視カメラというのが流出してきて、まあこれは米軍基地が出したと僕は思ってるんですけど、その監視カメラの映像を見るとあの自分からライン突破してるんですよね、代表の人が。でその後代表の人はなんか他の人が突破したのをなんか止めに行こうとして入ったみたいなことを言ってるんですけど、映像的にはいやいやいや、あんた自分から入ってるじゃんみたいな。っていうのでその違法行為をするっていうのもまずいんですけど、あの嘘をつくっていうのもまずいと思うんですよ。要はその、まあ目的のために違法行為をするしかなかったんです、仕方ありませんとかであれば、まあ、まだ同情の余地はあるかもしれないですけど、その違法行為をしといてしてませんって嘘ついちゃうっていうのは、それはなんか代表として持ち上げるのきつくねっていう。要はその沖縄の人たちの同意でその違法行為をしたりとか暴力をする人を持ち上げるのが、まあ、沖縄の人たち的には別にいいよねであれば、それはじゃあ好きにやってくださるんですよ。ただ本土のその 99% の本土の人たちから見て、その代表嘘つきます、違法行為もしますっていうのになると、それちょっと俺ら持ち上げるのきついっすよってなっちゃうと思うんですよ。いやその沖縄の人たちかわいそうだよね、基地ない方がいいよねって言っても、なんか代表が違法行為は辞さないですとか、なんか人殴ってもいいと思ってますってなっちゃうと、それちょっと持ち上げづらいっすっていうのになるので、結果として僕はあの反対派が増えないようにするためにやってるんじゃないかなという気がしちゃってるんですよね。要はあの今回アベマプライムに出てきた人たちも、その違法行為をしたことに対して違法行為を良くないよねっていうんじゃなくて、その沖縄の人たちの気持ちとか今までやられた過去を考えたら、それは許容すべきだよねみたいなことを言っちゃってるんですよ。なのであのその
まあその気持ちは分かるんですよ。沖縄の人たちは多分その、あのいろいろ虐げられて嫌なこともあったから、じゃあ代表が違法行為するのは許容できるよねっていう考えなんだと思うんですけど、残念ながら本土の人たちはそれ許容できないと思うんですよ。やっぱ違法行為するやつ代表にしちゃダメだよね、それ持ち上げたらまずいよねっていう。で割とそのあの今回論点にあんまりならなかったんですけど、じゃあその現場でそのトラックを止めてる人たちがどういう主張をしてるかっていうので、でその米軍出ていけっていうのはまあ言うのは当然なんですけど、その自衛隊防衛局も出ていけって言ってるんですよね。で沖縄から出ていけだけじゃなくて石垣島から出ていけとかっていうので、そのじゃあ自衛隊もその米軍もいなかったら、あの中国とかロシアが攻めてきたら誰が守るんですかっていうすごく当然の質問があるわけじゃないですか。あのだからなんか 米兵いなければ米兵の犯罪がなくなるよね、うんそうだねと。で自衛隊がいなくなったらなんか訓練とかなくなるから静かになるよね、うんそうだねと。ただそれいなくなると、あの中国攻めてくると思うんですよねっていう至極あの当然の質問があるわけじゃないですか。でもそれに関してはその結局誰も答えてなかったんですよね、今日アベプラに来てた3人の人は。でそのじゃああのその現場でじゃあそのどういう旗があったかというと、琉球独立っていう旗があったんですよね。いやその琉球独立ってどういうことかっていうと、あの日本人ではない国の人たちになりますって言ってるわけじゃないですか。で米軍がいなくなって自衛隊がいなくなって、で中国が来た時に琉球独立って言った時に、琉球の人が殺されないためにやることっていうと、多分その中国のなんか属国か仲良くなるかっていうことにしか見えないんですよね、論理的に考えて。もしくはそのスイスみたいに沖縄の人たちが独自に沖縄軍っていうのを作って、まあ琉球軍か、琉球軍っていうのを作ってめちゃめちゃ強いみたいなね、まあスイスみたいなのがあるんですけど、でそれをやりますっていうのならいいんですけど、そのあのね、中国不戦っていう、あの中国と戦争しないっていうあの ポスターというか、あのなんか紙も掲げてる人がいたんですよね。なのでその中国が攻めてきたら琉球軍として戦いますっていうわけでもないんですよ。なのであの中国とは戦わないっていうのは明言してますと。で米軍も自衛隊もいりませんってなると、うん、それ中国が来た時にじゃあ中国と仲良くするってことなんじゃねえのっていうふうに、やっぱり論理的にはそうなってしまうんですよ。でじゃあそれを応援しますかって言われると、やっぱりその本土の人たちとしては、なんかあの人たちの主張はちょっとよくわからんよねっていうことになってしまうと思うんですよね。でそのなんか過去に頑張ってきましたとか、そのなんかあの、まあ、その米軍米兵の犯罪に巻き込まれましたってかわいそうな人がいますとかは、それはそれで全然大変な問題だし解決しなきゃいけないねっていう問題なんですけど、ただ今反対派の言ってることと反対派を持ち上げてる人たちの論理性はどうなのっていうところが僕は気になっちゃうんですよね。でそのじゃあ論理性がどうなのっていう中に、その座り込みっていうところの問題があって、要はその一般の人が座り込みって聞いたら、それはなんか1日日中いるよねとか、まあもともとは24時間体制でやってたわけだから、そのなんか3交代とかで8時間ずつとかでいるだろうねと思ってたら、まああの1日に3回合計して1時間以下ちょっといますっていうだけだと、うんそれ座り込みってならないよねっていうのが一般的な感覚だと思うんですよね。なのでそういうところで、なんかその言葉の齟齬とか、そのなんか人がこう考えるよねっていうところの、あの一般的にこういうふうに捉えられますよね、でそれをとそう捉えないのは勉強不足だみたいなこと言われちゃうと、ああ、じゃあ本土としてはちょっと関わりたくないっすってなっちゃうと思うんですよ。でただ僕も本土の人ではないので、今のフランス在住なので、なのであの僕はかなり少数派の立場から言ってます。はい。